4時間半ぐらい。ミューズチャンネルミニオンクミューミニオンクミューかっこ男子どうも北村優です。はい、というわけで、はい、やってまいりました。最近男子さ、ミニオンクミ男子人気ないじゃん、分かってる、薄々感じてる、あの結果も女子の方が出してる。そうです、だから見て、はい、今日カメラもうなんもうスマホで軽く撮っちゃいましたみたいな、なんか走行裏なんか簡単な撮影みたいな。いや、うちも 4K にしてくれ。そう、男子もでかいね。だから、はい、ちょっと男子も頑張ろうということで、はい、ね、こうやってほらユニフォームもさ、あ、そうです、ね、ちょっと冬場はね、さすがにね、はい、T シャツしかなかったんだけど、ちょっと寒かったから青にしてます。で、女子が多分赤着てるから、タミヤからという、タミヤからよく大きい時で、というわけで今日の企画、はい、女子に負けないようにミニ四駆のカメラアングルを検証しようと。わあ、なるほど、なるほど、なるほど。こう YouTube とか映像で見てもらうと、ミニ四駆に適したアングルがあるんじゃないかなと。いつも大体こうコースがあったらさ、こういろんな角度で撮ってはいますけども、もっといいところあるんじゃないかと。一番無難なやつでいけば、ミニ四駆のここが頭にね、GoPro をつけて走らせたら、ミニ四駆の目線になる。それが、まあ、ピンクですよ。あ、それはそれ確かに。で、まあ、僕がちょっと理想に思ってるのは、はい、コースあるじゃない、はい、これ、はい、上から見たくない、走ってるのが見れるっていうさ、上から。え、巨人じゃないと無理じゃない。え、それを俺らが実現するんだよ、今日。はい、まあ、そういうのを含め、なんかいいアングルで、ね、検証して、それでいけたらいいなと思っております、はい、それでは、検証スタート、スタート。よっしゃ、はい、まずは、はい、とりあえず走らせて地図やさ、ボールを追ってみよう。あ、そう、シミュレーションしよう。はい、これが走ってきます。そう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 、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 ブレブレになるじゃないですか。ブレブレ、臨場か、臨場か。あ、なるほど、なるほど。地図やさ、ベスタジョーム行ってみましょう。はい、こうやってね、わかりますよ。どこどこどこ、いい感じじゃないでしょうか。よくないよ。ダメですか。ダメ。最初の初速映りました。初速だけだよ、誰でも撮れるから。ゴーグルを、はい、乗せよ。そうですね。ちょ、俺の手も巻いちゃいいじゃん。ダメ、一緒に走るんじゃないの。ちゃいますよ。はい、走らないですよ。あ、どうこれ。あ、いい感じ。ほら、え、映ってる。ちょっとさ、やばい、ちょっと提灯がなんか邪魔です。ごまとりこれ破壊されそう。ちょっと聞いてる聞いてる聞いてるよ。聞いてない。これちゃんと聞いてる。これで楽しい終わったらと俺に提灯破壊されたのかな。あ、これとこれをこうくっつける。ああ、そうだそうだ、こうやって。そう、動かないよ。提灯。おお。お。行きましょう。行こう。走ってみる。できた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 。しまーす。いい。つけてみよう、はい、ボディだけあったらいい感じでつくよ、これ絶対。ほら、これ巻こう、はい、だから俺もゴント巻くなって言ってたよ。待ってました。待ってましたじゃない。もういいじゃん。こう持ってみようか。こう、あ、そうです。じゃあ、じゃあ、はい、
はい、はい、いやスタッフさんもね教えてくれればいいのに高さのやつ取れますよ。じゃあなぶつかなかったそう先に言ってって私はこの辺でもねなんかねダンスがちょっとね本当ですよ。なんかついてるよ。サイズのやつちょちょちょ見せちゃダメこれ今日新品なんですから。いや、やろう。はい、はい、頼む。じゃあ行ってみよう。はい、行きます。ボンベロード、わぁ行きます。はい、まさかやったな。録画ボタン押してないな今。多分押してないです。けんなよ。アピールまでした。いやいやいや。これだから男子は。これだから男子はって言われたけど。もう一回。スイッチ押して。スイッチ押して。録画して。どこですか。受けたけ、おいしい。あ、じゃあじゃあじゃあ。今度こそちゃんと考えな。リアクション分かってるね。分かってます。リアクション分かってるよね。はい。オッケー。分かってます。よし。感情がもうあれですもん。まあ、俺らやっぱ嘘つけないから。そうですね。素直な男ですよ。でも多分いいのは取れた。まあ、確かにいいのは取れた。そこだから。いいよ取れてる。角度がすごい。いやバッチリだよ。一番まで行って一番いい。バッチリ。おいしょ。おいいね。女子部員には取れない。取れない。この発想は男子しかないから。これ今グッドボタンいっぱい押されてる。これでもうめちゃくちゃやと思う。おっしゃ、まあとりあえずできたんで、次は、はい、上から。ダイヤさんの取りたい。うん。コース全体映して確かにっていうのを挑戦していきたいと思う。はい、1回でできちゃうと思う。よし、やっていこう。できればもうコースだけ入るみたいな超速グランプリみたいな。あ、わかります。イメージ、はい、あれもリアルの感じを映したいから、はい、いきます。見てみよう。あら、いやー、あ、うわー、ちょっと切れてんのかね、もうこう見せたら、こう、あ、そうか、縦にして、縦にしたら、オッケー、オッケー、オッケー、上がった、いきまーす、せーの、おおおあ、でもこういうアングルなんのか。あ、でもすごい、あ、なんか分かった。よし、すごい、これが今までで一番すごい。すごいよね。来ました、来た、理想の画角が、画角、理想アングル、理想アングル、理想アングル発見、取れました。もう一回見よう、まあ、もう一回見ましょうね。どうぞ、どうぞ。だって長く消えないもん。いきまーす、レディー、ゴー。やばい、やばい、やばい。はい、というわけでどうですかこれ。マジで今後もいけるでしょ。いやー、来ましたよ、理想のアングルが。来ました。男子チーム頑張ったなと。そうですね、これで男子チームの株も少し上がったんじゃないですか。少し上がったと思うんで、はい、なんか言ったそうだけど、思い出したんですけど、はい、その GoPro リモートで操作できるからアングルとかも携帯で確認できるたんですよ。わざわざ何回もやらなくても。え、じゃあ俺があのね、なんかスイッチ押すの間違えたってやつもなんか、ね、あ、
ちょっとスマホ見て、あ、ちょっと録画されてないとか分かった。分かりましたね、はい。そういうの言わないと。本当ですよ。何回何回一発飛び込み、よし確認みたいな。何回も何回も登り降りして。その場で見れたってこと？スマホで。もうスマホで。おかしいな、スタッフも女子寄りだな。もう団地だからしょうがないっすよ。でも今日の株上がったから、あ、まあ、これね、素晴らしい映像を届けたらね、はい、本当にもう男子やっぱすごい、男子いないとダメだこれなると思います。こういうのもミニ四駆部で、楽しんでミニ四駆をやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんグッドボタン、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、ミューズミニ四駆部かっこ男子でした。ありがとうございました。